あ、君の力を見せてよ。強いんでしょ。必ず手段を使っても悪を滅ぼす。始めるか。俺は守るべきもののために戦うと決めた。あいにく俺の体力は無限でね。また心が乱れてますよ。まあまあ、そんなに慌てないで。僕はヒュー、怪しいものじゃないよ。君たち、一体何を焦ってるんだい？ここは時の裂け目の中なんだよ。終わりと始まりの書には無関係な場所なんだから、どんな風に歴史を改変したって問題ないはずでしょ。僕が自分で引き起こした歴史改変ならエネルギーを吸収できるんだよ。戦いだけが解決法じゃないってことを教えてやるぜ。お前の選択に従う。お前たちならできる。ほれ、頑張れ頑張れ。もっともっと歴史を改変してたっぷりエネルギーを集めなきゃだからね。力隠してるんだろう。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。貴様は俺がやる。せいぜい苦しむがいい。たくましく成長したな、トランクス。あの時の恩を返す時が来た。実に面白い歴史のねじ曲がりっぷりだ。次に行く歴史がどこなのか、何が起きるのか、よく気をつけて観察するんじゃぞ。それじゃ、行ってらっしゃい。